チュピコムトピックス。この番組は地域のニュースやイベント情報をお届けします。亀山中学校ソフトテニス部の生徒たち32人が NTT 西日本ソフトテニス部に所属するトップ選手から直接指導を受けました。これは広島市スポーツ協会とトップス広島などが共催したプレゼント企画の一環として行われたものです。トップス広島に加盟するチームの試合を3回観戦して応募すると抽選で各チーム提供の商品が当たります。 NTT 西日本ソフトテニス部の商品選手からの特別指導には亀山中学校3年城山風雅君が当選しました。特別指導を行った NTT 西日本ソフトテニス部は8人の選手が所属し、ソフトテニス日本リーグ9連覇、アジアカップ広島国際ソフトテニス大会を4連覇しています。この日、スペシャルコーチとして生徒たちを指導した丸中泰明選手は、2017年、18年に全日本社会人選手権大会で優勝していて、去年開かれたアジア競技大会に日本代表として出場しています。そして林大輝選手は2016年と17年に日本リーグで優勝、2017年にはドイツオープンで準優勝しています。指導では当選者の城山くんが習ってみたかった打ち方や打球への対処法、そしてこの夏にある県大会に向けた練習法など実践に役立つ技術指導が行われました。でそのまま振り抜いてあげる。オッケー。指導の後には丸中選手、林選手と対戦しました。亀山中学校の皆さんは非常に意欲的に取り組んでくれたので、僕らとしてもものすごいその教えがいがあるって印象だったので、僕らもすごい楽しく、今日過ごすことができました。全中につながるでっかい大会につなげれたらいいと。いやもうめっちゃ優しい人で、言葉に言い表せないぐらい嬉しかった。広島藩の初代藩主浅野長明が広島城に入城して今年400年になることを記念したミュージカル茶の夢ソーカサーと私の制作発表会が中区のホテルでありました。中国新聞社と秋田県仙北市のわらび座が主催する公演は、神楽に青春を燃やす女子高生が江戸時代にタイムスリップし、浅野長明や武将茶人の上田宗子に出会うというオリジナルストーリーです。若い神楽に夢中な女子高校生が、そしてその時代のことを宗子の話を確認しながら、その時代のいろんな話に展開していただけるのは、退院以来は本当に心から喜んでおりますし、さあどういう演出やどういう舞台構成になるのか本当に楽しみにしております。いい意味で歴史的なことがごく自然に被爆のを乗り越えた歴史が自然にいろんな方々に世代を超えて語り継がれていくことを心から望んでおりますので、大変喜んでおります。主演は広島市出身の俳優青山恵理子さんが高校生のしおり役を務めます。私はこの茶の夢の舞台が初主演なんですけれども、このような大役を務めさせていただくことにとてつもなく大きなプレッシャーを感じております。生まれ育った大好きな広島で舞台に立てることをすごく
子供の頃から夢に見ていました。このようなチャンスをいただけたことに本当に心から感謝しております。ありがとうございます。わらびさミュージカル公演のきっかけは、社長の山川辰巳さんが愛媛県東温市にある定型劇場の坊ちゃん劇場の支配人時代に広島県と愛媛県の文化交流事業を行ったことでした。広島の経済界や行政のトップの皆さんが本当にですね、見に来ていただいてたんですね。その時に地域の子どもたちを地域力で育てる、ローカリズムで育てていくっていうのは何よりも大事なことだなっていうお話をいただいたんですね。そして坊ちゃん劇場の舞台を見ながら改めてそういう仕事を広島でやってくれないかという依頼をある方から依頼をされました。でその時に語られたのが戦後72年の原爆以降の歴史しかもう私たちは語れなくなっている気がするんだよねと。悲惨な歴史だけでは広島の子どもたちに夢や希望を与えるっていうことになかなかできないんだよねというお話をいただいたんですね。そういう中で400、500年の伝統の深掘り再創造ができないだろうかということをですね、本当に言われたんですね。また舞台美術は廿日市市出身で劇団四季の美術部長を務めた土屋重明さんが制作します。とうとう来たかっていうのは感想でございまして、私は廿日市の出身、ふるさとが廿日市でございますので、廿日市を題材にしてミュージカルを作るのがついに僕に来たかっていうのが第一の印象で、非常に光栄に思って、引き受けさせていただいております。オリジナルミュージカルで1ヶ月の公演をするっていうことはおそらく広島だけではなくて日本全国でも非常に珍しいです。私がおりました某劇団でさえできない、それを育てていただいてやっぱりつないでいただく、これも私たちが持つ夢をつなぐということかなと思っておりますので、ぜひご協力をいただいてですね、広島の普通の皆さんが見に来ていただけるように、子どもたちだけではなくてですね、普通の皆さんが見に来ていただけるようになるといいなというふうに思っています。どうぞよろしくお願いいたします。全26回ある公演は廿日市市など小学校45校およそ4000人の招待公演から始まり、一般公演は9月7日から広島県民文化センターで行われます。詳しくは広島公演事務局へお問い合わせください。地域住民たちへ感謝の気持ちを伝えるイベント、沼地セーフティーフェスタが安佐南区の沼田自動車学校で開かれました。イベントは日頃から教習でお世話になっている地域住民や卒業生たちに楽しんでもらおうと毎年開かれています。今年は道路標識の模型を使った神経衰弱や白バイ隊員と自動車学校の職員によるデモ走行などがあり、およそ1500人が訪れました。卒業生さんに対する感謝の気持ちを伝える場であったりとか、あとはまあこういった交通安全の意識をですね、この安佐南区に広めていくためにですね、開催させていただいております。実際に今日もお車とかで卒業生さんが来ていただいてるんですが、まあ、無事運転できているっていうのを聞いて私たちも非常に嬉しいですね、はい、こちらはコロナし自転車教室です。補助輪なしの自転車に乗れない4歳から7歳までの子どもを対象に職員がマンツーマンで指導しました。広い敷地で安全に練習できるという点が好評で、募集開始後すぐに定員に達した人気の催しです。楽しかった。
広いっていうのはすごく安心感を持って本人も乗ってるのかなっていうのはですね、やっぱりいいイベントに参加させてもらってると思ってます、うん、交通ルールとかも覚えながら乗れるようになってくれると安全に乗れるんじゃないかと思ってます。沼田自動車学校は教習車で車やバイクの練習ができるペーパードライバー講習を行っています。運転から遠ざかっている人や駐車・車線変更が苦手な人など運転に自信がない人はどなたでも受講することができます。本当に運転に不安がある方はもうぜひご参加いただければと思います。運転の方もですね、こういった教習コースの中を使用したりとか、実際にこの辺りの一般道を使用してですね、走行の練習もしたりしますので、少しでも不安がある方はですね、ぜひこういった講習を利用していただければと思います。はい、子どもたちがいろんなゲームできるんで、あと、このバッテリーカー大好きなんで何周もしてますそうですね、もうだいぶ先の話にはなりますけれど、やっぱりちょっと身近な感じがするので、ぜひ撮らせたいなと思います。